レズリー・マーク・ヒューズは、ウェールズ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。屈強な体を生かした、巧みなポストプレー、豪快なシュートが特徴で、また勝負強く、重要な試合でよく、ゴールを挙げるなど、サポーターから、スパーキーの愛称で親しまれた。1992から93シーズンに長い間、 低迷を続けたマンチェスターユナイテッドを26年ぶりのリーグ制覇に導いた立役者の一人であり、クラブでは通算467試合に出場163ゴールを挙げた。1978年にマンチェスターユナイテッドの下部組織に加入、1983年にトップチームと契約を結んだ。1983から84シーズンには、 オックスフォード戦でゴールを挙げるデビューを果たすと、16得点を挙げる活躍で、ピーフ年間最優秀若手選手賞を受賞。翌1984から85シーズンには、FA カップ優勝に貢献した。1986年からは、エバートン FC 所属のゲイリー・リネカーと共に、スペインの FC バルセロナへ移籍するが28試合で、わずか4ゴール結果を残せず、酷評された。 翌1987年にドイツのバイエル・ミュンヘニへレンタル遺跡に出された。1988年にフルスのマンチェスター・ユナイテッドへ復帰を果たすとアレックス・ファーガソン監督の下で本来のプレーを取り戻し、1989から90年の FA カップ決勝、クリスタルパレス戦では2ゴールを挙げて優勝に貢献。 また1990から91シーズンに UEFA カップウィナーズカップ決勝、古巣の FC、バルセロナ戦では2ゴールを挙げて優勝に貢献し、PF 年間最優秀選手賞を受賞。プレミアリーグ創設最初のシーズンとなった1992から93シーズンには、フランスのエリック・カントナとのコンビで攻撃陣をけ引んし、26年ぶりのリーグ優勝に、 貢献。翌1993から94シーズンはリーグと FA カップの2冠に貢献した。このシーズンの FA カップ決勝のチェルシー、FC 戦ではチームの3点目を決めて優勝に貢献した。1995年に少年期からファンであったチェルシー FC へ移籍。チェルシーではジャンフランコゾララと共に1997年に FA カップ。 1998年に UEFA カップウィーナーズカップ優勝に貢献した。その後はサウサンプトン、エバートン、ブラックバンド・オーバーズを渡り歩き2002年に38歳で現役を引退した。ウェールズ代表としては1984年から1999年の間に国際 A マッチ72試合に出場し16得点を記録し、 1999年からは代表監督も兼任して務めたが、FIFA ワールドカップや UEFA 欧州選手権などの国際大会への出場は叶なわなかった。2002年に引退後は、引き続きウェールズ代表監督を務め、UEFA 欧州選手権2004予選では、同年10月22日に敵地のナポリで行われたイタリア戦において、 強豪を相手に2から1で下すなどの手腕を発揮し、最終的にグループ2位でプレーオフ進出へと導いた。しかし2003年11月に行われたプレーオフでは2試合合計0から1のスコアでロシアに競り負け、本大会への出場はならなかった。次フィファワールドカップドイツ大会予選においても引き続き指揮を取ったが、第1戦のアゼルバイジャン戦、第2戦の北、 アイルランド戦を共に引き分けると2004年9月に監督を辞任し、古巣のブラックバーン・ローバーズの監督に就任した。2004年9月に前任のグレアム・スーネス監督がボビー・ロブソン監督を解任した、入ッするユナイテッド FC の公認監督に就任するために辞任したことを受けて、シーズン途中からブラックバーンの監督に就任した。 フォーメーションは4から4から2を採用して、デビッド・ベントリーやモア・テン・ガムスとペデルセンによるサイド攻撃を生かす、反面、中盤のボランチに運動量を求めて、攻守のリズムを生み出した。1年目の2004から05シーズンに強固なディフェンスを植え付けて、下地を作ると、FA カップで40年ぶりに準決勝進出、2005から06シーズンには攻撃面を強化して6位で、 UEFA カップ出場権を得た。2006から07シーズンには、クレイグ・ベラミー、ポール・ディコフラが対談したが、代わりに、南アフリカ代表、ベネディクト・マッカーシーやシャバニ・ノンダラを獲得。同シーズンは、UEFA カップとの日程の兼ね合いに苦労し、リーグ戦は10位という結果に終わったが FA 杯では、ベスト4に進出した。また、 マッカーシーが18得点を挙げ得点ランク2位となるなど前述の対談者の穴を埋める以上の活躍を見せた。ヒューズ自身も2007年10月にはプレミアリーグ月間最優秀監督賞を受賞した。2007から08シーズンはバイエルン・ミュンヘンからパラグアイ代表 FW ロケサンタクルスが加入。ヒューズはサイド攻撃を強化させヨーロッパカップに出場する。 常連クラブを目指すという目標を掲げた。このシーズンには、移籍者年度のサンタクルスが19得点、マッカーシーが8得点と攻撃陣を牽引し、リーグ戦で7位となり再び UEFA カップ出場権を獲得した。2008年6月、マンチェスターシティ FC がヒューズ獲得に動き、契約途中であったため違約金をブラックバーンに支払う形で対談が決定した。 ブラックバーンでは約4シーズン式を取り安定した成績をもたらした。なお、ヒューズの後任にはマンチェスターユナイテッド時代の同僚であるポール・インスがプレミアリーグ発となる黒人監督として就任した。2008年6月2日、スベン・ゴラン・エリクソンの後任としてマンチェスターシティ FC の監督に就任した。 マンチェスターシティでの1シーズン目は10位に終わるものの2シーズン目となった2009から10シーズンは大型補強もありアーセナル、チェルシーに勝利第17節の時点でリーグ最小の2敗に止めるなど好調を維持したが7試合連続の引き分けもありサンダーランド戦の試合ハーフタイムに解任を告げられたこの解任について選手時代にヒューズを指導したアレックス・ファーガソンは このような行為は受け入れられない。20試合くらい負けていたのであれば構わないが、ヒューズの場合はわずか2試合だ。物事に流行り方というものがある。ヒューズの解任について、アレックス・ファーガソンとマンチェスター・シティ側の対応を批判した。2010年7月29日、リバプール FC の監督に就任したロイ・ホジソンの後任として、フラム FC の監督に就任した。 契約期間は2年。2010から11シーズンを8位の成績で終え、シーズンを通じて退場者を1名出したのみだった。ことから UEFA フェアプレイランキングで2位となり、同ランキング1位のチェルシー FC が UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得していたこともあり、UEFA ヨーロッパリーグ予選の出場権を獲得したが2011年6月2日に、 同月末で監督を退任する意向を表明した。2012年1月より、クイーンズパークレンジャーズ FC 監督に就任したが、11月に成績不振のため解任された。2013年5月30日、トニー・ピューリース監督の後任として、ストークシティ FC 監督に就任した。ストークは、遺跡市場ではたった620万ポンドしか投資していないにもかかわらず、 2013から14シーズンは当時クラブ史上最上位となる9位でシーズンを終えるなどクラブ史の王人からはその手腕が高く評価された2015年3月28日ストーク式と新たに4年契約を結んだことを発表した期間は2019年夏までとなっている2017から18シーズンはチームが 公格権に沈んだことを受けて2018年1月6日をもって解任された。2018年3月14日、選手時代に所属したサウサンプトン f c とシーズン終了までの契約で監督に就任した。2017から18シーズンは最終的にチームを残留に導いた。翌2018から19シーズンは14節終了時点でわずか1勝。 18位と降格権に低迷したため、12月3日、解任が発表された。クラブ個人クラブ個人。ありがとうございます。